トラバンチャンネル。魅力はそれありますよ、はっきり言っていいのいますね。勝てるチームになったから。今年も岡田語録全開。キャンプ真っ最中の岡田監督にお帰りが直撃です。日本一になって迎えたキャンプですけども、うん、ここまではいかがですか。1年前とは、まあ、全然こう違うっていうか、去年はちょっとこうね、やっぱりわからないチーム預かってポジションを変えたり、ね、打順をこう固定したり、ね、いろんなことを変えて、まあ、それが本当にこう、ね、うまくいくかとかね、うん、まあ、それをちょっと手探りの、まあ、キャンプというかね、うん、まあ、今年はね、その選手のこう姿というか、なんかこう自信にね、すごく自信を持ったというかね、うん、そういうのはこう全然違いますね、1年でね、うん。キャンプ初日、岡田監督はファンの前である言葉を。タイガースでは、2年連続優勝、連覇というのは球団史上ないんで、まあ、今年の目標は一つ、連覇という意味で、連覇、ね、連覇をもう、ね、第一目標で1年間また、戦っていきたいと思います。連覇という言葉を何度も口に。チームとして、まあ、フロントも現場も全部がもうとにかく連覇しかないんでね、もうそれ1点ですね。2006年、84勝したけど2位だったんよね。去年が85勝でしょ、優勝で、で1勝しか変わらないのにね。だ今年の方が勝ちたいっていう、そういう気持ちはやっぱこの年は強いですね、うん、だ去年かあの勝ったし、勝てるチームになったから、うん、だから絶対勝たないといけないと思いますね。2位ではダメなんですよね。球団89年の歴史で一度も成し遂げていない連覇、そこにたどり着くために必要なこととは。でもやっぱりね、そういう同じメンバーじゃダメだと思うんで、やっぱり新しいね、若い力というか、また新しい新戦力ですね。その辺がね、やっぱりちょっとね、ポジションを脅かすっていうかね、そういうチームになってこないと、やっぱり難しいんじゃないかなと思ってるんでね。岡田監督、キャンプを見ていて新戦力はどうですか？いいのいますね。監督が期待を寄せる3人の新戦力、まず1人目は、隠しておきたいと絶賛する高卒2年目の門別圭斗投手。今年一軍キャンプに抜擢、紅白戦でも150キロに迫るストレートでレギュラークラスから三振を奪うなどアピールを続けています。やっぱストレートでしょ、やっぱあの腕の振りでしょうね。やっぱ腕の振りがすっごい速いでしょ。当然なんていうか、生きたね、こう力のあるボールが行くしね、それであれだけ腕が振れるっていうのはね、これはすごいと思いますよ。未知の力というかね、そのなんかとてつもないね、その能力を発揮する可能性もあるしね。とてつもない能力を持つ選手は他にも。育成出身の2年目、野口恭佑選手。持ち味はこのとてつもない飛距離。去年のオフに支配下登録され、初めての一軍キャンプ。紅白戦では、バットを折られながらも外野まで運ぶパワーを見せつけました。魅力はそれありますよ、はっきり言って
まあ、紅白から始まって実戦ね、練習試合とかあるんだけど、まあ、まあ、他はどんどん使っていくと思いますね。まあ、どういう結果が出るかね、それは分からないですけど、まあ、そこでね、当然結果が出れば、ね、やっぱ一軍の戦力になるというかね。はい、そして外野手でもう一人、高卒3年目、20歳の前川右京選手。紅白戦では4安打をマーク。佐藤輝明選手に次ぐ左のスラッガーとして期待されています。ボール上がるようになったですね。自然とね、オーバーフェンスも強くね、今年は多いし、今レベルでポンとうまくね、こう運んでるから距離も出るようになったしね。まあ、ライバルはね、結構右バッター多いんでね。そうでしょ、 左は前はぐらいかな、今外野は。まあ、近本はね、もう当然センターなんだけど、いや、両翼は分からないですよ、はっきり言ってね。その競争で勝ち取った選手なんかは、これはもうね、大化けする可能性あるかもわからないですね。うん、熾烈なレギュラー争い。去年活躍した森下選手もポジションを確約されていません。それは佐藤輝明選手も同じ。まず僕は守備ですね。守備が上手くなるためにノックを受けるんじゃないんだよね。それは当然ね、本数受ければね、守備なんか絶対上手くなると思うけど、やっぱりその下半身はね、もっとどっしりとね、それにも絶対つながるんだからね。とにかく守備のノックを受けろと。そうしたらもうバッティングにも絶対プラスになるからね。下半身ね、を鍛えてもっとどっしりガッとこうね、掴んだらもっとええ打球いきますよ。去年キャリアハイの24本のホームランを放った佐藤選手ですが、岡田監督はさらなる進化を期待しています。まあ、本人も周りもあれだけの数字とも全然物足りないんじゃない。だからそれだけ能力があるから言ってるんであってね、そこで何かをね、こう自分の中で掴むとすぐ30本40本いきますよ。だからそういう意味で、まあ、今年がね、これからまあホームラン王とか取っていくね、そういうステップの年になるんじゃないかな、その辺がね。それはバッティングを極めるなしに下半身を極めることですね。俺はそう思いますね。そして連覇の前に立ちはだかる他球団。岡田監督が気になるチームは、今年は巨人ですね、やっぱりね。まあ、去年は DeNA がね、やっぱり一番かなと言ってたんですけど、今年はやっぱりね、巨人、監督も変わったし、まあね、いろんなことできるし、それプラスね、やっぱり巨人がね、タイガース1年早い、ね、90周年で、その、まあ、球団としても筋目の年になるしね。だからまだそういうチームとまだ最初当たるよね。もう去年 DeNA 言ったらまだ開幕 DeNA やったけど、これ巨人と思ってたらまだ巨人と当たるんやね。不思議やね、それはね。なんか監督、今年も期待しちゃっていいですか。まあ、みんながね、まあ、期待でされてると思うんで、まあ、とにかくね、まあ、シーズン長いですけど、ね、みんなでね、まあ、球団としては、ね、初めての連覇だし、143試合目終わった時にはね、他の5球団よりも、ね、一つでも上にいてると。まあ、期待してもらったらね、本当はいいんでね、まあ、とにかくね、去年同様ね、本当頑張るんで、応援ね、よろしくお願いします。